第9試合 K1 ワールドグランプリ2016アンダー60キロ日本代表決定トーナメント準決勝第2試合を行います。アゴナ174センチ60キログラム日本菅沼道場島野孝太郎、ノーマークがノーダメージでここまでやってきました。島野孝太郎、赤コーナー172センチ60キログラム日本 K-1 チームチームドラゴン、宇田目光也、絶対的なる優勝候補宇田目光也、初代 K-1 ワールドグランプリアンダー60キロ世界最強決定トーナメント優勝者でもあります。1年3ヶ月前の世界の頂点に立った宇田目光也が、しかし日本代表決定トーナメントに出場しなくてはいけないこの過酷な群雄割拠の60キログラム、さあ準決勝の対戦相手は島野孝太郎です。正人さん、どう見ますか。まあ、スピードでいけば光也選手だと思うんですけど、はい、島野選手が1回戦のような戦い方したらまた分からないですね。そうですね、関根さん、確かに島野選手が変わってるんですよね。そうですよね、また根性ありますからね、島野選手 ね、遠い前からミドルキック、お互い廣高選手ともすごい試合しましたしね。そうでした、お兄さん追い込みましたもんね、でこの2人結構、はい、あジャブの2つ、まあ、因縁というか縁があって、宇田目選手、光也選手がチームドラゴン入る前に菅原道場で少し練習してたことがあるんですよね、はい、なんでその姿を島田選手はずっと見てて、なるほどっていう2人がこういうね K-1 のリングで戦うっていう、左だ2つ、なんかドラマチックですよね。そうですね、なんか光也選手倒しに行ってますね。行ってますね、左のパンチ2つ出してストレート、これを何度も工事戦も捉えていました。右のジャブもいいか、あれですよね、本当にサウスポーなんで、はい、やりにくそうですね、聞いた、聞きましたね、聞いた、オーバーハンドの左、光也選手も速いですね。そうですね、まあ、関根さんおっしゃったのが、ああ、ローキック、聞いたかな、左ロー効いてるな、ロー効きましたね、頭も効いたのか、あ、そうですね、関根さん、体も大きくなってますし、パワーも上がってるでしょうね。光也選手のね、ローキック効くんですよね、膝が島野、これ掴んでの攻撃になってしまいました。 K-1 ルールはこう掴んでの攻撃は認められません、まあ、そうせざるを得ない、インロー強烈、まあ、タイガ選手もですけど光也選手も強くなってますよ、これは強くなってますね、まあ、宇田目光也はタイガと決勝で戦いたいと話しています。ローキック強烈も嫌がって足が上がった島野、左ストレートも聞いたんじゃないですか、うん、あ、いやもうやっぱり、あ、すごい、今斬新見せました、手応えあったようです、左のローでワンダウンを奪った、今変則的な前蹴りも見せます。さあもうダウンできません、島野孝太郎、バックフローかなんか狙ってる、あですね、あ、同じ足だ、リザーブファイト、しかし怪我人が出て本戦出場の夢が叶いました。その1回戦もリベンジ、明けとを下してここまでやってきた島野、飛ぶ、しかし全く動じない宇田目光也、冷静ですね、小谷選手は。そうですね、左ストレート、中野さん、これ左もいいですね、これだ、聞いた、もう一つ、いやー、まあ、リーチは島野の方が長いはずなんですが、うわ、下から崩す、仕留め切りたいですね、小谷選手、ここで仕留めたいですね、なるべく早く倒したいですよね、ダメージなく。そうですね、ただこの島野粘るんですよね、うん、そうなんですね、前回もそうですよ ね、 すね、確かにこっから粘りましたからね、まさに根性の男、しかし右足は効いている、どう倒すか、このラウンドでコーナーに追い込んでいく、ここ無理をしない、第1ラウンドは終了です。いや、関根さん、でもこう仕留めに行ってましたね、光也選手の気迫がすごかったですね、やっぱりタイガ選手の試合をやっぱり受けて、うん、はい、もう俺も倒すっていうことじゃないですか、うん、ですね、中村さん、どうでしたか、はい、いやもうこう、まあ、こう攻撃力とかパワーっていうのもそうですか、やっぱこうなんか迫力感じますよね、うん、こう前に出ていく時の、そうで
ですね、貫禄というか押し止めてやろうというのが伝わってきますね。ただ島野選手ね、本当絶対倒れるまで試合諦めないですからね。しかも一発あるんで、2ラウンド以降ね、ちょっと左のフックとかちょっと当たりそうかなと思う場面もあったんで、ちょっとあれは不気味ですね。まあでも松田さん、もうローを食らってワンダウンは喫しましたね。そうですね、あとやっぱり足が効いてしまうと、踏ん張りが効かないんで、なかなか強いパンチが打てなくなってくるんですよね。その辺もあれですかね、浦部選手の作戦なんですかね。やっぱりパンチ力を落とすっていう。そうかもしれないですね。さあ第2ラウンドが始まりました。60キロ日本代表決定トーナメント、左だ、いきなり刺していった、ジャブなしで、そうですね、左のジャブ的なパンチでしたね、そして変則的な空手の流れの蹴りもあります。膝だ、やはり島野は右足をどうしても引いてもらいたくない動きが見えます。そこにローキック、引いた、うわー、容赦なし、凄みさえ感じる浦部晃也、うわー、倒した、投げ倒した、すごい、なんとか立ち上がる島野晃太郎。今日の晃也選手力強いですね。強いですね、本当倒せる選手になってる、もう倒れない、倒れられない島野。浦部晃也は何で倒す、やはり左のキック、試合終了。これ俄然決勝戦楽しみになりましたね。本当そうですね、浦部晃也対タイガの決勝戦。いやいや関根さん、いや、こう凄みまで感じますよ。吠えてますよ、制御不能じゃないですか今日は。皆さん、こんな晃也選手見たことないです、ね、初めて見ましたよ、なんか覚醒しましたね、まさにここでやっぱり兄弟対決やったのが効いたんですかね。そうかもしれません、中村さん、はい、2ラウンド51秒の KO。 そうですね、もう60キロ2人とも倒す武器持って決勝に勝ち上がってきましたね、タイガ選手も晃也選手も。これ雅子さん、どうなりますか決勝。いや、どうなるです、どうなりますかね、お二人とも早いですからね。そうですよね、いや、これは予想つかないですけど、KO決着が見たいですね。見たいですね。関根さん、改めて決勝に向けて一言。いや、これはすごい大会になりましたね。まあ、決勝進出した2人が両方とも準決勝で KO しているっていうのがいいですね、勢いがついて、まさに富士山はエベレストより高いのかもしれない、すごいレベルの日本代表決定トーナメント。決勝戦は浦部晃也対タイガ、最後に笑うのはどっちだ。